畑野鶴吉大正7年2月23日は明治大正期の実業家。軍勢制止の創業者。孫は哲学者の畑野一郎。1890年に富岡光介よりキリスト教の洗礼を受ける。1891年に京都府産資業組合頭取に就任する。1896年軍勢制止株式会社の創業者。 第二代社長。先祖は丹波国滝郡の大名、旗野氏。旗野修次の弟、旗野修公の後員。1858年に丹波国イカルカ群綾部町の王将や、羽質家の次男として生まれた。実刑は後に、軍勢聖師の初代社長となる羽質家衛門。幼少より勉学に親しみ、8歳で、 同じイカルカ軍の資産家の旗の家の養子に出され、18歳で京都市内に出る。しかし、一時は、勇教にふけり、再起を期して、書籍の出版などを心を見るが、ことごとく失敗、失意の中で、綾部に帰郷することになる。当時はすでに、旗野家の娘、花と結婚していたが、自らの失敗で洋家の財産を失っていたので、帰郷後は、妻の花と共に、 成果の羽室屋に寄宿するような状態だった。その後、壊れて小学校の教員となり、その後は地域産業の産資業に深く関わることとなる。教員時代に子供たちの支柱に居眠りの原因が家業の手伝いで日夜忙しいためと知ると、子供の教育のためには地域が豊かになる必要があり、その道筋として、 地域の産資業振興が必須と考えたとの逸話がある。その後、イカルカ軍産資業組合の組合長に着くとた産地より劣っているとの評価だったイカルカ軍の産資改良を推進。組合内での会社設立を提唱も全体の賛同が得られなかったため、自ら実家の羽根室家の支援を受けて、軍勢製紙株式会社を設立した。社名の軍勢は軍の方針や、 方向性という意味で、元農商務省の官僚で、食産工業の父と呼ばれた、前田正菜の地方遊説の演説を聞いて、感銘を受け、周囲の反対にも同ぜず、軍税の名称にこだわった。会社設立時から、株式会社制度で、スタート、一株20円で地域の養蚕農家から、小口出資を仰ぎ、ようやく資本金9万8000円を集めた。 工場の稼働より出資金の方に時間を要したため、出資金が揃った8月10日を創立記念日としている。工場で実際に働く行員は、出資に賛同した養蚕農家の子女が中心で、その人格形成や教育啓蒙を重んじて、自分の娘と思い大切に育て、立派な人間にして実家に返すという信念で経営に努めた。この背景として、 会社設立前の32歳の時に、キリスト教に入信したことが大きく影響している。自分の前半生の反省に立ち、自分の周囲の人たちとの関わりの重要性や、人間愛に目覚め、人間尊重と有料品の生産を基礎として、会社をめぐるすべての関係者との共存共栄を図る、という創業の精神を示し、これを会社の柱とした。 この明治中期にすでに県内におけるステークホルダーの考え方をもつけうな極めて経営者であった。実際に公場教育を重要し会社内に教育部を設置して巧妙な教育者である河合晋水を招聘し自らもその教えを受ける形で社内教育を推し進めた。前期期に前期化が実り、前期人が前期意図を作るとして 人格形成こそが有料品の基礎であると盛ん述べて、いたと言われる。最も彼のご本性のスタンスを示す逸話として、安田財閥の安田善次郎との会見がある。日露戦争の際に経営悪化して、破綻に瀕した第130銀行の救済に、安田財閥が乗り出すこととなり、現状視察の目的で、安田善次郎自ら単語に赴き、その際に、 同行の最大融資先の一つである軍勢に立ち寄った。社長の鶴吉と会見、前次郎は同行の帳簿を眺めながら極めて少ない、担保に対して莫大な融資残高がある点を問いただした。それに対して鶴吉は、確かに当社は商品在庫や原料、また高い設備などはないが、帳簿には載っていない素晴らしい従業員が多くおり、これこそが、 当社の最大の資産である。と答えた。善次郎は金融家の私に人を資産として見よとのご意見か。と問い直すと、その通りと鶴吉が述べた。この鶴吉の経営姿勢と率直さに善次郎は大いに感銘を受け、その場で新たな担保を取らずに融資継続を決定したと言われている。また、キートが、 発狂に定している時期に、すでに合成繊維の登場と、その影響による、生死業の衰退を予見し、次なる事業の柱を模索していたとも言われ、同時に、いかに地域、社会に貢献すべきかを常に自分に問い、行動していた。彼にとっては、軍勢が第一であり、生死業はその手段の一つという考えで、時代や環境の変化に合わせて事業は変遷して良いと、考えていた。 実際、彼が創業した元軍勢は、事業転換を繰り返しながら、会社設立から120年経過した今でも、着実に経営存続している。出生地の綾部市では、旗の鶴吉夫妻を、主人公とする連続テレビ小説の誘致活動が、進んでいる。ありがとうございます。